岬の七巻が半年後に取り壊しになることが決まった。跡地は新しいタイプのリゾート地にする。あの館がなくなるんですか？僕は子供の頃一度行っただけですが、不思議な館でしたね。70年も前に先代が有り余る金に任せて建てたものだ。残念だがこれも時代の流れだな。そこで君に頼みたいことがある。それはあの七巻の謎を解明してほしいということだ。岬の七巻に？そこにはどんな秘密が隠されてるんですか？先代、つまり君にとっては祖父にあたる周平王から生前に聞かされたことがある。どうやらあの館には莫大な財宝が隠されている。ウシャマーラが耳に栓をして闇で照らせ。スフィンクスは口を開け封印の部屋へ歩くであろう。この岬だよ。ここなのね。一平さんが岬の七巻に行くと知って父は驚いて、お前の曽祖父が生前に招かれて一度行ったことがあるところだと言ったわ。なぜ招かれて行ったのかは父も教えられてなかったみたいだけど。うちと白川家は僕たちが知り合うまで縁もゆかりもなかったのに。Oh, yeah.
夫がだらしない格好で笑われたりしたら、それは妻の責任だろ。誰が誰の妻ですって。愛香さんも本気にしないで。じゃあ行ってきます。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい天使様。早く帰ってきてね。さてこれでまた天地が帰ってくるまでが退屈だな。だったらたまにはお家の仕事を手伝ったらどうなんです。天地のいない間のうちのことなんか。だーれだ。市長クラブの君ちゃん。誰だそれ。She didn't respond to my voice. And I didn't move it just in case she had a stroke. Have you taken her pulse? Can't find it. Out in this neighborhood alone, walking around at night. She's probably a hooker. There's no pulse.僕にまた会えるとは運のいいやつだ。それにしても僕には月夜がよく似合う。月を背景にこうして佇んでいると、超眠いよ。今日は気合い入れて超早起きしたっていうのに何やってんのよ。またこう。私そんなことしてないけど。はずれね。私が友達とクリスマスパーティーの約束をしちゃって、あなたと一緒にクリスマスパーティーができなくなったの。いつだったか覚えてる？そう、
正解よ。あの時は小学生の時って言ったけどね。
弟子、どうしたの弟子。じいちゃん